富士大学はこちらをご覧ください。ここでは特色ある入試制度について紹介されています。高校で取得した資格を生かして進学できる資格取得者特待生、例えば英検2級以上、 TOEIC 450点以上、漢検2級以上など、高校の時に各種資格である一定の成績を収めた学生は入学金や授業料の一部が4年間免除されます。また公的会計資格取得や商業科教員を目指したい人は職業会計人、商業科教員養成特待生、そして高校で優れた学習成績を収めた人には学力優秀者特待生、これらに該当する方は最大で4年間授業料が全額免除。これらを活用すれば国立大学より学費が安いなんてことも夢ではありません。ぜひこちらを視野に入れ受験準備をスタートさせてください。さらに入学後には進路の実現を支援する2つのプログラムがあります。富士大学と自治体が手を結び4年間経済的援助を受けて学習できる地域貢献人材育成プログラム、そして運動部の指導者として活躍する人材を育成するために教員免許の取得や教員採用試験対策講座を受講できる運動部活動指導者育成プログラムなどを用意。どれも本当に充実していますので進学の夢が広がりますね。